写真拡大。巨人のドラフト5位山瀬慎之助捕手18、星稜が21日、名字ではなく名前の呼び捨てを希望した。慎之助と呼ばれるように愛される選手になりたいとプロでの抱負を口にした。阿部のようになってほしいと両親から名付けられた山瀬。阿部新二軍監督と同名で、球団スタッフも阿部さんの前では呼びにくいと困惑するが、山瀬は阿部さんを呼び捨てにする人はあまりいない。呼び捨ては僕のことなのでと異例のお願いをした。この日は今週ドラフトで指名された8選手が川崎市のジャイアンツ寮とジャイアンツ球場を見学。立派な施設に山瀬は、環境は整っているので生かすのは自分次第と表情を引き締めた。寮では保存されている高校の先輩松井秀喜氏の部屋を見て衝撃を受けた。畳がすごく破けていたのが印象深い。素晴らしい環境を生かして努力して這い上がりたいと決意を固めた。来季はファームで阿部監督から捕手道を学ぶことになる山瀬。慎之助といえば山瀬と言われるよう己の手を挙げる。